東京都立第一商業高等学校は、東京都渋谷区八山町に所在する都立商業高等学校。通称は、都立一省であるが、多くの在校生や第一商業高等学校を知る、企業、大学の関係者らは一省、あるいは第一商業と呼んでいる。東京で初期に設立された公立の商業学校。戦前の旧制第一商業学校時代は、 多くの生徒が、旧成東京商科大学や旧成大一、高等学校などへ進学した。また、多くの卒業生が在会で大企業の重役を務める登校席を残し、天下の一章と呼ばれるようになった。現在では、都立商業高校の中でも、先進的な商業教育をしているとして、低迷する商業高校の牽引役を担う、リーディングコマーシャルハイスクールに2005年から、 指定されている。初代校長である、須山武次郎が作成。三種の人儀の一つである、八田鏡の中に、章の字をいただく。第二学年から、コース制を採用。A 会までのクラスのうち、A 組が進学コースで、残りの B 会組がビジネスコースである。商業高校という特性上、在学中においてより多くの資格の取得が、大きな目標となる。 二年生より行われるコース制により、取得できる資格に大きな差異がある。第一商業高等学校でも資格の取得に力を入れており、主として全商検定の取得を奨励している。ビジネスコースでは、授業において直接、検定取得のための授業が行われるが、進学コースの生徒の授業では、母規と英語を除き、電卓検定や商業経済検定、 IT パスポートなど大半の検定に対して何ら指導を行っていない。第一商業高等学校は高速に厳しく、具体的には女子生徒のスカート丈は膝より短くしない、男子生徒のシャツは第一ボタンまでつけてネクタイをだらしなくしない、などが挙げられる。近隣住民や商工会議所との親交が厚く、特に生徒が 郊外の大観山界隈にて問題となる行動を行い、店側から学校に苦情が入った場合には即日、もしくは翌日以降、朝の SHR 時に、校内アナウンスで、当該事象について生徒に対し是正する、よう勧告するなど、生活指導部より迅速かつ適切な対処がなされる。また、郊外において、タバコを吸ったり飲酒を行う、あるいは窃盗。 住居不法侵入、オートバイなどによる交通事故などの犯罪行為を働いた者に対しては、厳重な指導を生徒及び保護者に行い、該当行為の問題の程度によっては即、懲戒退学となる。程度が軽度であったとしても、度重なる指導に生徒が従わなかった場合は同じく、懲戒退学となる。全体の6割程度の生徒が進学する。 全体の6割程度の生徒のうちほぼすべての生徒が指定校推薦で進学している。センター試験利用入試や一般入試を受ける生徒はほとんどいない。英語入試や一般推薦といった推薦方式も近年増加してきたが利用する生徒は少ない。第一商業高等学校では大学の授業を視野に入れた英語の授業等を展開しているが数学やりかといった 理系科目に関しては3年生から選択制を取っている。全体の4割程度の生徒が就職する。第一商業高等学校では特に生徒の就職活動を重視しており、就職面接や小論文作成などの指導をはじめ、実に充実した就職活動に取り組んでいる。ほとんどの生徒が進学か就職するが、遠隔就職をしたり自衛隊に入隊したり、 家業を継ぐ者もわずかながらいる。大館山町隣の八山町に位置し、旧山手通りに面している。付近にはエジプトなどの大使館が存在する。旧山手通りなどの付近に面する道路は、交通量が多く、授業中において、騒音となるなど問題が品質している。鉄道バス、ありがとうございます。